はい、ストアボクシングの井上です。2018年2月25日に行われた、ファン・フランシスコ・エストラーダ対シーサケット・ソウルンビサイの試合をレビューさせていただきます。結果としては 2-0 の、判定勝ち、シーサケットが 2-0 の判定勝ちというふうになりました。で、今回両者のですね、目立った、僕から見てですね、目立った攻撃とか技術を、少し解説したいと思います。まあ、判定は 2-0 で、まあ、どっちが勝ったかわからないような試合だったと、ちょっと物議を醸したみたいですが、まあ、ボクシングの判定というのはまず一番に有効打、ヒット数ですね、有効打と、その次に、まあ、あと積極性とリングジェネラルシップといって主導権ですね、試合を支配しているかというこの3つが基本的には基準になるんですが、やはりシーサーケットの方がやはり前出て積極的に前出ていましたし、まあ、ヒット数は、まあ、正確には数えてないので分かりませんけども、まあ、大体印象としては同じぐらいかなという感じでした。ただやはりシーサーケットの方がパンチ力がありますし、前に出て腰入れてドンと、打っていましたね。まあ、そういう意味では有効打が多かったかなという印象です。でエストラーダも、まあ、カウンター頭倒し左フックとか返してはいたんですけども、やはり下がりながら打ってるので腰が入ってない分体重も乗らず、いい印象のパンチは少なかったように思いますし、まあ、下がっているのでその点でポイント持っていかれたかなという感じですね。で今回両者の目立った攻撃としてはですね、シーサケットは、こちらの動画を見ていただければと思いますが、こう打ちながら前に歩くような形で前に出てこうサウスポーですから、右足をエストラーダの左足の外側にグッと出していましたね。それでエストラーダが何度かこうこけかける、まあ、実際一回転してこけた時もありましたし、こけかけた時もありましたし、バランス崩しましたね。まあ、なかなかサウスポー、まあ、サウスポーとオーソドックスっていうのは前に出してる 足を外が取り合うんですけど、なかなかサウスポーであそこまで出す人っていうのはいませんね。その実際に、まあ、キックボクシングみたいにローキックみたいにガッとかけてるわけではないので、レフェリーもそこまで注意はできてしづらいんですね。グレーな技術ではあるんですけど、まあ故意ではないと、足がそこにあるというような形で試作とやっていました。まあそういうところではうまいかなと思いますね。で右足グーッと出して、エストラーダはオーソドックスはサウスポーに対して左回りするのがセオリーですから、エストラーダは回ろうとした時にシーサケットの右足があって、これにつまずくという形が多かったと、特に前半は多かったと思いますし、ただエストラーダもそこには対応してきて、もう後半最後の方では左足引いて一回足かわしてましたね。まあ、ちょっと格闘技キックボクシングみたいな雰囲気も出すぐらいの足のこの取り合いがあったと思います。まあ、シーサーケットはまあそういうところがうまかったと思いますが、まあ、ただこの足出してそうやってやっていく、ちょっとやりすぎかなという僕の価値観ですけど、ちょっとやりすぎかなとも思いますし、まあ、極めてグレーですね。僕の考えですけど、まあ、そうやって足出すとかでやるぐらいならもっとパンチのですね、この当て方とかそこ磨いた方が、そこに集中した方がいいんじゃないかなとは、勝手に思います。で対するエストラーダは、さっきも申し上げましたが左フック、右の頭倒し左フックとか左フック引っ掛けて、まあ、回ろうとはしてたんですけど、その左フックと、あと、まあ、前半1ラウンドとかはこの前に出してる腕をリードと言いますが、このリードをうまく使い分けていったかなという感じですね。それとあとは、まあ、中盤ぐらいからですかね、左ボディ、いきなりの左ボディから右ストレートを何度か当てていました。こうサウスポーとオーソドックスっていうのは、この胸の、この体の面が、例えばオーソドックスはこうですよね。こっちが右肩で、こっちが左肩です。で、サウスポーはこうなってるわけです。で、左ボディってこっちから来るので、ちょっとすみません、分かりづらいんですけど、こう打つから、このこういう斜め向いてる面にボディって当てづらいんですね。
ですからちょっと左ボディまっすぐ目に打つ必要があって、まあ、ケースバイケースですけど、そこをいきなりの左ボディうまく当ててたなとは思いました。そこから右ストレートを出していましたね。それとエストラーダのカウンターとしては C サーケットの左ストレートを右に右スリップして、ここから右アッパーから左フック、右ボディから左フックと、まあ、そこは綺麗に打っていたかなと思いました。はい、ということで、C サーキットはやはりこう、まあね、皆さんもご存知のとおりローマン・ゴンサレス、ロマゴンにもう2回勝っていていますし、まあ元々のファイトスタイルかもしれませんが、こうやはりどっしり構えて、まあ、自信のあるような雰囲気出してましたね。ちょっとベタ足なので、まあ、足を使う選手ではないかなという感じです。まあその足を引っ掛けるという意味では足使ってるんですけど、そのフットワークですね、回っていくタイプではないかなという感じでした。そこに対してエストラダがこう回っていくと、まあ、アウトボクシングもちょっとしきれてはなかったですけど、ただ打つ距離とか、まあ、背丈とかもそうですけど、まあ、打つ距離が似ている選手だった、2人とも似ている選手だったかなと思いました。はい、ということで今回はシーサケット対エストラダのレビューでした。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございます。